ウルフカードレディオ。ウルフカードレディオ。ウルフカードレディオ。皆さんこんにちは。スピリチュアルなハートフルタイム、そしてまたデストニーなプレシャスモメント、心洗われる至極のひととき、ウルフカードレディオ。レディオトークのパーソナリティは、皆さんのために喜んで、できることならできるとこまで、毎日を多忙に生きているギリギリダンサーのんちゃんです。最近今日は何曜日だかわからなくなってきました。なんとなく周りの空気で、あ、今日もしかして、おい、この話前回もやったよね。やはりボケてるのか。さて、この私のんちゃん、 TikTok にですね、その日一日の生き方や気持ちの持ち方を導くカードリーディングのメッセージを皆様に向けてお届けしてますよ。朝起きて TikTok 見て、 AI で作成した可愛い女の子の顔を見ながら、ああ今日ってそういう日なんだって分かるの、よくないよくない。でもね、本当の生き方は自分で見つけるものだよってアクション仮面が言ってました。はい、さあ今日も気合い入れていこう。アクションビーム。はい、ウルフカードレディオ。この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信してまいります。ウルフカードレディオ。ウルフカード1枚目のターン。ウルフカード1枚目のターン。1年経つのって早いですね。夏が終わると一気に年末へ、そんな感じです。今年は雨がすごかった。降り方が異常でしたよね。のんちゃんも雨には散々やっつけられました。はい、それでは毎回恒例、2024年12月の運気、一体どうなるのでしょうか。読んでいきますよ。1枚目、エントラップメント。罠、囚われのカード。思い込みや今の常識に囚われるかもしれません。そのせいで身動きが取れず行き詰まりを感じてしまう。何か新しい計画が必要、そんなことを伝えるカードです。そして2枚目、ヒーリング、癒しのカード。精神的、肉体的、感情的、魂の癒しが必要ですと伝えるカードです。まあとにかく休むこと、もしくは日常から離れることが効果的です。ではここでもう一枚
神のお告げのオラクルカードを引いてみましょう。そのカードは兆しのカード。果たして今の自分で本当にいいのか、自分自身を疑い、自分自身に問いかけてみる。そして常識から一歩外に出た時、自分らしさや本当に自分がやりたいことが見えてきますよ、と、そんなメッセージのカードです。旅行とかエステとか大自然に触れるとか、自分を解放してみるといいでしょう。ちなみに2025年も読んでみると、2025年は自分らしく生きていける、そんな年になるようです。そしてその背景で自分が求めていたものが大きく形になっていく。年末は忙しくてなかなかとは思いますが、癒しの時間をどこかで取っていけるといいですよね。以上、ウルフカード1枚目のターンでした。ウルフカードレディオ、ウルフカード2枚目のターン。ウルフカード2枚目のターン。牛肉、ステーキ、ジュワー、豚肉、分厚いとんかつ、たまりませんな。鶏肉、熱々の焼き鳥食べながらレモンサワーをぐーっと。肉、肉、肉。皆さんは何のお肉が好きですか？お肉の好みにも風水があります。牛肉を食べたらコツコツ努力をするといいです。人との付き合いもうまくいきます。豚肉を食べたらとにかく一生懸命に何かに取り組むと成功します。鶏肉を食べたら金運が良くなります。ちなみに私は焼き鳥大好きです。西の方角に黄色いものを置くと金運が上がると以前お伝えしましたが、鳥の絵や写真、置物を置くのも効果があります。黄色い鳥ならなお OK。 ちなみに鳥はご縁も運んでくるみたい。お金のご縁はもちろん、人のご縁、恋愛、仕事のご縁、たくさん運んできてくれます。ああ、鳥よ、鳥たちよ、いい運気を運んできておくれ。なんだかこんなこと言ってると焼き鳥食べてるのが申し訳なく
なってきました。でも焼き鳥にはものすごいパワーが。それは燃える炎の熱きパワー。勝負に勝つ、綺麗になる、知識を得る、活発なパワーがみなぎります。てなわけで今日も焼き鳥食べてガツンといっちゃいましょうか。お後がよろしいようで。以上、ウルフカード2枚目のターンでした。ウルフカードレディオ、ウルフカードターンエンド。さあ、本日ラストのターンとなりました。 YouTube 関連の脚本を結構書いています。またスキルアップのために講習受けたりもしています。脚本ってシーンの連続です。そのシーンそれぞれが心に何かしら響くものでなければなりません。たとえそれが無言のシーンでも。シーンを作るのは役者さんと監督です。どんな番組にするのかを決めるのは監督の役割。それを上手に表現するのが役者さんの役割。この絶妙なコンビネーションがたまらないんですね。さて、この11月から埼玉版の新日本翡翠の第5弾の稽古が始まりました。今回も脚本家、そして監督として私も気合を入れて頑張ります。気合だ、気合だ、気合だ。ウルフカードレディオ、また次回もぜひ聞きに来てください。それではお元気で、ごきげんよう。ウルフカードレディオ、この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信いたしました。ウルフカードレディオ。